レポートを書くときに気をつけてほしいことは、つい感想文になりがちっていうことなんですね。レポートを書くコツなんですけど、文章の構成を考えるとぐっと書きやすくなりますよ。皆さんこんにちは、看護師のしきです。今年はですね、学校が始まる期間がいつもより遅れていて、皆さん自己学習で課題を出されていることが多いと聞きました。生配信でも課題が大変っていうお話を聞いたので、先日コミュニティ欄で皆さんがその自己学習の何に困っているのかという質問をした時に、一番多かったのがレポート課題でした。レポートはね、大変ですよね。私も大学生の時に結構困って、何を書けばいいんだろうとか、とりあえず指定された文字を埋めようってこうひたすら文字を書いたりとかしてたんですけど、実はレポートってちょっとしたコツがあるんですね。ただ学校だったりとか先生によっても評価の仕方っていうのは異なるので、 100% これだよっていうことはないんですけど、今日はですね、皆さんがちょっとでもレポートが書きやすくなるように、レポートの書き方についてご紹介したいと思います。学生の間はレポート提出っていうことがとにかく多いので、この動画がですね、皆さんがレポートを書くときの参考になると嬉しいです。疑問があったら先生に聞いてみて、どんどんブラッシュアップできるといいですね。それでは始めますよ。まず最初にレポートの基本ということで、皆さんレポートって何だと思いますか？レポートはですね、英語でこう書いて、意味は報告するとか伝えるっていう意味なんです。レポートっていうのは、自分がどれだけ与えられたテーマについて理解しているかっていうところを見られてるんです。先生はですね、レポートを通してどれだけ理解しているか、あとどれだけ考えたか、そういうことを見ているんです。だから成績の評価にもレポートっていうのは使われるんですね。で、ここで皆さんがよくやりがちなことなんですけど、3つあるんです。1つ目は感想文になりがち。自分の考えだけで終わってしまうというか、こう多分思いつくままに書いたんだなっていうのは、先生はですね、見てたら分かっちゃうんです。あとありがちなこと2つ目は、文献を使ってないこと。文献っていうのはこう本とか参考になる資料ですね。根拠となるデータであったり、こう現状が大事になったりするんですね。そういうことをきちんと調べているのかっていうのもレポートでは見られています。あと最後にやりがちなこと3つ目はですね、文献で調べることはできたけれども、それが丸写しっていうのがありがちなんです。丸写しだと分かっちゃうんですよ。こう皆さんのこう文章にあって、突然なんかこう教科書のような文が入ってくると、あ、ここは写したなっていうのがバレちゃうんです。ということで、自分の言葉で書くっていうのも大事になるので、ではここからうまく書くためのコツを2つ紹介しちゃいますね。まず一つ目は、文章の枠組みを考えてみてください。レポートを書く時の構成は、序論、本論、結論の順にまとめていってください。序論とは何かというと、これはよく文章とかで見ると思うんですけど、はじめににあたる部分です。導入の部分ですね。なぜこのテーマを選んだかについてまとめてみてください。次は本論。これが自分の伝えたいことですね。3つぐらいに分けると綺麗に書けますよ。あと最後の結論はまとめですね。本論で書いたことをまとめて、自分のこう考えだったりとか、あと今後の展望とか、そういうことを書いていくと綺麗にまとまります。大きく分けると5つのパラグラフ、5つの段落に分けることができます。1つ目が序論、はじめに。2つ目が本論の1つ目、3つ目が本論の2つ目、4つ目が本論の3つ目、最後に結論ですね。この5つを1つの段落ごとにまとめると、文章の構成がきっちりしているので綺麗に見えるんです。レポートを書くときは、この5つのパラグラフ、5つの段落を意識して書いてみてください。あとこれはちょっとしたコツなんですけど、この5つの量がバラバラだと、例えばですね、この3つ目の本論の2つ目の量だけ、なんだろう、いきなり序論、本論1、本論2がいきなりこんなに大きかったら、ちょっとバランス悪いじゃないですか。なのでバランスよく
この5つを並べることもコツの一つだと思いますよ。あとですね、さっき皆さんやりがちって言ってたところを注意するために、文章を書きながら意識することは、まずテーマからずれてないかですね。それを意識するのと、2つ目は参考文献を読んでいるかということで、文献を必ず使ってみてください。あと3つ目はですね、自分の言葉で書くということです。自分の言葉っていうのはどういうことかというと、要は丸写ししないっていうことですね。それを意識して書いてみてください。テーマはですね、その課題ごとに提示されるので、そのテーマの中でこう一番自分が書きたいのはこれっていうのを見つけて書いてみてください。で、コツの2つ目は文献を利用することです。ね、さっきからこう文献文献って言ってるけど、じゃあ文献って何なのっていうところを説明してきますね。自分の考えをこう補強するという意味でも、文献の利用が大切になってくるんです。きちんと調べて考えてますよっていうのも相手に伝わりやすいんです。例えばこの本にはこう指摘されているが、こう言えるのではないかとこう自分からこう提示できたりとか、厚生労働省の調査では何々である、このことから何々がわかるってこうまとめてみたり、そんな感じでこう使えたりします。調べる文献っていうのはいろいろあるんですけど、まずは自分が持っている教科書や参考書を中心にできればいいのかなと思います。あとは図書館の本なども利用できるといいですね。ただ今は図書館に行くのが難しいので、手持ちのやつで大丈夫です。あと他には文献っていうのはこうレベルアップすると、論文だったり調査報告書っていうのがあるんです。論文とかになるとまた調べ方っていうのがいろいろあるので、今はそういうのもあるんだなっていうことを頭に入れておいてくださいね。あとあれですね、感染症などの最新の情報っていうのはまだ本になっていない情報がたくさんあるので、インターネットでホームページなどで調べるっていう方法もあります。感染症の最新の情報だったら、厚生労働省だったり首相官邸だったり、あと日本感染症学会などのホームページですと、結構一般の方向けに分かりやすく書いてあるのもあるので、このあたりを見てみてください。ネットで検索するときに注意することなんですけど、信頼性があるところから情報を選ぶことが大事になるんですよ。というのもネットっていうのはこう誰でも情報をアップできるので、レポートを書くときはこう信頼できるところからのソース、その情報源っていうのが大事になるんです。だからですね、ウィキペディア、よく結構学生さん使いがちなんですけど、あれはですね、誰でも編集ができるので、前よりはだいぶ精度は上がってきたっていうことことはあるんですけど、あんまりおすすめはしないですね。厚生労働省とかそういう省庁であったり、大学研究所あたりの情報を調べることを私はおすすめしていますよ。で、最後に文献を引用した時は必ず引用しましたよっていうのを入れてください。書き方は、文献が本の場合は著者名と、あと本のタイトル、あと本の発行した年、出版社、あと引用したページ数ですね。こんな感じに書いてみてください。で、ホームページなどウェブの情報を引用した場合は、その引用した機関の名前、例えば厚生労働省とか、あと引用したページのタイトルですね。そしてその引用先のリンクと、最後にこう自分が見た日を入れてください。この自分が見た日をなんで入れるのかというと、ホームページの情報ってこう消されたりとか更新される場合があるんですね。なので、その時点で自分が見たという日付を入れておくと分かりやすいので入れてみてください。これを入れておくと、ちゃんと調べたんだなっていうアピールにもなるので、ぜひ入れてみてください。書き方はですね、実は細かく言うといろいろあるんですけど、とりあえず基本的な書き方はこんな感じなので、あともし先生に指摘されたら、その都度直していってくださいね。皆さん、レポートの書き方、少しイメージできるようになりましたか？こう真っ白な状態で一から書くっていうのはやっぱり大変なんですよ。なので、5つのパラグラフ、文章の構成を意識して、自分の言葉で文献を利用して書いてみてください。これだけでもぐっと書き方はかっこよくなります。最初はですね、内容は誰でも難しいんです、書くのは。なので、まずはとりあえず書いてみて、あとこう先生から修正してもらったりとかして、どんどんね、いいレポートが書いていけるといいですね。
あと他にも皆さんがこういうこと困ってるっていうのがあったらぜひコメント欄に書いてくださいね。生配信は今月とあと5月の初めあたりまで不定期で開催しようと思っているので、ぜひチャンネル登録をして通知をオンにしてください。通知をオンにすると生配信が始まった時に皆さんの元へ通知が行きますよ。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。